見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、クルードバーサー。いっけ、うんてい、立て直すわよ。危ない、ジョンボーサー。麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか？確かに、ワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。あ、俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。まいったな、どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわあ、危ねえ。なんだ、この島どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだ、なんだこりゃ。え、
変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだな。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。いなくなっちまったやつらが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけねえ。俺も一緒に行くぜルフィ。たちいたか。いや、この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ。ここは岩が崩れちまってる。この状態じゃ先には進めねえし、あいつらも島の奥には行ってねえはずだが。おいウソップ、これサニーの怒りじゃねえか。ああ、着水の衝撃で飛ばされてきたみてえだな。サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。おい待てよルフィ。しょうがねえ、俺もついて行ってやる。ないや待てルフィ。おい、ナミたち。この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよナミさん。すぐに助けに行くからな。おーい、この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲もない空から落雷。考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょうルフィ。この辺かすかに波の匂いがするぞ。本当かチョッパー。波の匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。
よし、行くぞ。あのゴリラの仲間か。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。マナー違反は見逃せぬ。よく覚えとけ。コックに逆らうと痛い目見るってな。なんで急に。まだ来るのかよ、しつこいな。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。やるか。ゴムゴムのガソリンだ。もっと強いやつはいねえのか。待てルフィ、俺は強いやつに会えない病なんだ。ちょっと待て。あいつら海賊出て行けって言ってた。あ、ジョッパー、こいつも俺たちに出て行けと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、ジョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。いやー、ウソップン。ウソップが食べられちまう。ウソップン、待ってろ、今行く。セカンド、ゴムゴムのジェットウィン。ピッピア。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。ピッピア。これで元気になるぞ。めまいが。うちのクルーに何してくれてんだ。
待ってろ。パーティーテーブルキックコース。ゴアがあった。ウソップ無事でよかったな。危ねえ、食われるところだった。あの鳥のくちばしで全身穴だらけの死体にならなくてよかったわ。いや怖いわ。こっちで合ってんのか。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ、行くぞ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞクソゴリラ。なんだまたかよ。どけ猿。あら、こっちにもハサミ打ちか。上等だ。相手どかねえならぶっ飛ばしていくぞ。俺の蹴りを食らいたいのはどいつだ。ドスフルール。グラップ。みんな大丈夫？八つ裂きにされてない？言い方が怖えよ。この力があれば大事なもんだって守れる。このキャプテンウソップに不可能などない。今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。必要な力なら残らず手にするわ。俺が万能薬になるんだ。サイボーグフランキーの進化。一緒か。ああ、あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよクソマリモ。喧嘩しとる場合か。ナミ。てめえクソゴリラ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。ナミスワー、これ受け取って。まずいわね。行くぞ、アームポイント黒点ロゼを導いて。ありがとう、助かったわ。ナミさん、無事でよかった。よし、ナミもゾロも見つかった。あとはブルックだ。今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。
今週の俺はスーパー強えぞ。よし、全員俺についてこい。ナミさん、無事でよかった。迎えに来たよ。おう、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは、どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっ。この辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ。恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよあの島、デケー塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。あああ、こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい落ちるぞ。任せろ、フードバースター。立て直すわよ。危ない、ジョンボーさん。なんだよこれ。させるかよ。あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコロビンがいるのだ。